私を助けてくれた命の恩人。メイドとして大好きな小林さんに一生尽くします。そんな私が小林さんにキュンとした場面ベスト3も発表しちゃいます。小林さんへの愛を再確認しました。第3位は、じゃあ私のとこ来る？お家に行くということは二人きりになって、それからつまりそういうことですよね。行きます。第2位は、はい、私からもクリスマスプレゼント。小林さん、聖なる夜に贈るプレゼントは特別なものだと聞きました。それはつまりもうそういうことですよね。そして第1位、久しぶりに実家に帰ろうかと思うんだ。トールも一緒に行く？実家に行くということはご両親に紹介されて、これってもう子孫繁栄ですよね。変態。照れんな。小林さんちのメイドラゴン S 2021年放送決定。見ないと殲滅しますよ。